取れてるかもしれない。さあ、でもこれ自分でこういう風にお店に入ったことない。こうやって入ればいいの？どうやって入ったらいいのこれ。わかんない。あ、しかもちょっと高機能すぎてぼやけてる。どうしよう。あ、来ましたよ。なんか人に見られてる。ごめんなさい。あの、いや全然気にしないでもらって。あ、すいません。どうぞ。あ、すいません。本当に。あの、私はこの看板を取ってるだけ。あ、大人気なんですよ。大人気なんですよ。びっくりしたんですよ。さっきめっちゃ並んでて、このお店。自作キーボードのお店。すごい並んでた。しかも今また3人若者が入ってて。もうだからなんか1時ちょうどぐらいに来たんだけど、もうめっちゃ並んでて、なんかどうしようと思ったんだけど、あの今日会う人がなんかちゃんと並んでってくれたからマジ良かった。本当マジ良かったんだけど。まあ、あの今日はこちらの自作キーボードのお店で、私はあの噂のキーボードを工作したいと思います。こんな感じでいいのかな。やばい。あとね、距離感がつかめてなくて顔しか映ってない。やばいんだよねこれ。やばい、すごい。どうやって撮ったらいいかわからない。今日はこれを作りたいと思います。はい、これなんかなんだっけ、このパーツか何かをね、選ばなきゃいけないんだよね。なんだっけ、このなんだっけ、このチェリーなんたら、チェリーなんたらとか、あとなんだっけ、このなんかね、なんかを選ばなきゃいけないからね、これからその何かを選びたいと思います。なんで BGM に使ってくれてんだろう。やばい。え、これはこれに差し替えられるってこと？あ、こういう色になるってこと？ちょっとやばいね。まあ、あそこにジョコラナに付いてるのもちょうどこれなんですけど。これ。あ、すごいカチッと落としたりとか。ちょっと待って。え、これ触るとこれ打つの？やば。この機能考えた人すごくない？え、めっちゃすげえ。これすごい、すごい、触ったらこれ、すごい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 、便利、なにこれ。あ、ちょっと違うの？違います。どうしよう、全然違いがわからない。重さと、あとそのクリック、それクリックの価値かというやつで、うん、タクタイルって書いてあるの、ちょっとスコンで、何にもないし、リンガというか、まっすぐに。うん、確かにこのなんか押し心地がなんかいい感じのやつ売り切れてる。へえ、これ選べるの？122個。あ、言ってたやつがチェリーなんたらだ。そうです、チェリーなんたらでございます。代表格のキーのスイッチですね。ちょっと何のこと言ってるかよくわかんないけど、そうなの？これは待って、この今これボタンの内側の話？あ、そうです、内側のこの見えこういう風に見えてるやつです。あ、これか、これがチェリーなんたらなの。あ、これが違うと押し心地が違うんだ。で、チェリー社以外のいろんなメーカーもあると。あ、チェリーは会社の名前なの？はい。ドイツですね。え、もしかしてこの後ろのやつがこれ？全部正規です。やばい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 。ここにあります。何このアメ屋みたいな。他の部分が甘く持ってきますか？もうドイツ、軍の、うん、もうやばいよ。すごい。でこちらがチェリーミックス、純正のミックス社の、はい、チェリー社のものになります。あ、これがチェリーの、はい、今ブルーですので、こちらの石器になりますね。あ、これ、あ、こちらになります、なるほど。え、これは色分けで感じが、なんかもうその種類分けされてるんだ。チェリー社が最初にそれやりだして、みんなそれで呼ぶようになっちゃって、なんかその色が、あのフィードバックみたいになっちゃって、なんとなくの色になってるなって。え、じゃあだって一応あの、クリッキーでもあのカエルさんですとこの白色になってたりするんですよ。カエル？カエルっていうあのメーカーさんの
ものになるんですが、ここら辺のこの軽い感じってすごい学校のなんかパソコンルームにあったこんな感じなんだけど、え、これちなみにここには何種類あるんですか、この大体70種類ぐらいあります。いや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 、選ぶって言われたってさえ、これはゲートロンのサイレントブラック。え、なんてなんて、ゲートロンの、ゲートロン、はい、サイレントブラック、サイレントブラック、はい、ちょっと音が静かになった。あー、なるほど。アンクションと、ここが普通のガテラ、テレメックスケーターで、うん、と、と、あとここの3つがクリッキーになりますね。ちょっと今すごい離れてるんですよ。え、クリッキーっていうのはこのカチカチ鳴るっていうやつが、この音鳴るのなんかパソコンっぽいからこれがいいな。これ鳴ってるとすごい頑張ってる感出るから。うん、確かに。でもちょっとこれこういうの欲しいかも。かわいい。プロヘビーシリーズすごく重いので。今見てる映像がもう沼の撮影の方すげー。つえ、じゃあちなみにこれは、こちらはですね、たくさんあります。イエーイこんな感じたくさんあります。あ、まさかの私が人気のあるやつを選びました。これにしようかな。どうですか、力は軽めかもしれない。そうですね、軽めですね。あ、これちなみにこれは、これはこちらたくさんあります。これ今、はい、今これ選んでる、これ、はい、これも鳴るな。これで重さ一緒でですね、うん、あの反応速度が全然違うんですよ。その2つ浅く押しても反応するんです、その下のは。これですか、はい。あー、あし、どうしよう。でもこれ、え、待って待って、こっちは、そっちはごめんなさい、ちょっと今テントないんですね。こっちの方が高い音でいい音だな、なんかよかった。じゃあちょっとこれがいっぱいあるんだったらこれにします。スピードで。こちらを、おいくつ、122個で、はい、で120円。やばい。あー、お菓子の量り売りみたいになってる。お菓子の量り売り。122個もすいません。すげー。左手ね、これも選べるけど、まあ、こっちは何もつけてないけど、こっちのボタンも選んでもかみたいなことなんだ。いやー、左手な。これなんだったらなんかこういうのでもいいな、なんかもはやなんか普通のなんかパソコンだよみたいな。振り返ると普通のキーボードにもなりました、うん、左手は。え、マジでこれ？ちょっと相当斜めになってますけど、ね、いいよいいよ。なります。え、じゃあこっち普通のパソコンみたいにしようかな、これ。するするするわ。え、じゃあこれ普通のパソコンみたいにするわ、こっち。え、どうしよう。え、じゃあこれこういうのにしてもいいんだもんね。え、それだったら、待って待って、右がだから赤と、じゃない、いや、白と黒だったら、まあ、まあ赤とかでもいいってことだよね。どうしよっかな、どうしよっかな、どうしよっかな。まあでも、あのジャガー談義の壁の色がですね、あの赤と青だったりするので、これってで、なんかこれにハマらん、なんだっけ、このちっこいやつは青とかにするってのもできますか。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと後で、あの私は向こうに財布を、はい。いやー、これ作りたいよ、これグッズで作りたいよ、これを光る作りたいな、これ作りたいな、これどう、これ作りたいね、これね、ちょっとこれ、いや、これいいじゃん、これここにさ、なんかさ、4つ集めたら蛇腹談義とかさおい、先ほどお買い上げしたさまざまなパーツをですね、工作できるっていうスペースが隣の部屋にあるんですよ。いやー、これは便利なお店ですね。ということで、あのこれをね、さまざまなこのパーツを、この噂のハンダゴテで、え、これハンダゴテだよね、この噂のハンダゴテでやるというのを、実は今日はこの、あのね、出来上がったものがこちらになります。このアコーディオンのキーボードを作ったご本人、これお名前サン・アルバートさんって言っても大丈夫なんですか。
サンアラートさんというね、あのこのね、ここら辺にね、いる、ここら辺あたりにいるあのマスクの人にね、ちょっと来てもらったんですよ、実は。実際にこれを作ったっていうね、ちょっと頭がどうかしてる人に、ちょっと本当にね、あの今日はもう一緒に手伝ってもらわんと、マジでハンダがごてっちゃうから、本当に無理だから、だからちょっとね、今日はもう最大の助っ人とともに、私はあの中学校以来のハンダごてをごてします、そういう時間を過ごしたいと思います。はい、はい、初代なんでお恥ずかしい、ごめんねっていう資料もあるんで、あ、何、初代の初期不良、初期不良って書いてある。何何、あのね、この頭脳の部分、これがスコンって抜けちゃうっていうのがあったんで、ちょっとしっかりこうやって間にスペースを入れて押さえつけてます、初代。あ、初代は何、その頭脳のこれの何、あ、はい、これがあるとなんかそのアコーディオン の, その配列の音が鳴るっていう、はい、その頭脳が取れちゃうっていう、そうです、やってる最中に振動で、いや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 そのバグはやばいだろそのバグは、そのバグは早急に直した方がいいだろ。なんで2世代目は直ってます。あ、よかった、はい、よかったわ。あのサンアラートさんは、これは何、趣味で作ったの？趣味で、そうなんです、あのジャパラ談義見て、クロマティックボタンコーディングの配列があるっていう衝撃を受けて、はい、で、あ、それは試してみたいと。だけど本物は買えないしと思って、ちょっとまあ最近ちょっとキーボード自作し始めたんで、じゃあそれで作ってみるかと、それが発端です。何それ、そんなやついんの、マジで。まあ目の前にいんだけど、あ、そうなんだ、それはすごい人生ですね。いや、そのさ、ジャバラ談義見て、じゃあキーボード作ろうかなっていうやつって存在するんですね。まあ 今目の前にはいるんだけど。ジャバラ談義見てなかったら作ってない。マジで？本当に。いや、それ思うとね、ジャバラ談義マジやっててよかったよ。本当にマジでやっててよかったよ。まあでも本当になんかわかんないけど、コメント欄とかね見ててもね、ある一定数ちょっとね、本当にね、やばいやつが見てるんですよ。ある一定数やばいやつが見てるなっていうのはちょっとね、なんとなく薄々感じてたけど、キーボードを自作するっていうところにたどり着いてるやつが見てるとは私は思ってなかったから。いやー、これはマジで、あ、待って待って、ごめん、話すのね、ずっと喋っちゃうから。あ、どうぞ、撮ってますよ、大丈夫です。まあ最初はあのパーツがちゃんとあるかどうか見ていただくっていうのが重要で、はいはい、まあ、上からいきましょうか、じゃあ、はい、じゃあこっちからも撮っておきます。はい、え、なになに、これがセットでついてくるの？そう、全部セットでついてます。待って、ちょっと待って、なに、これが、まあ、それが右手用ですね。これが右手、はい、で、こっちが左手なんだ。左手、裏につけるボトムプレートが2枚あります。はい、スペーサー、スペーサーとネジですね、うん、はい、で、クッションシール、あの、そこにつける足ですね。本当だったらここにこのジャック、TRRS ジャックっていうのが2つここにコロンと入ってます、うん、ちょっと今回 LED 付けさせていただいたので、動作チェックのためにハンダ付けしちゃってますけれども、ここにあります。うん、ちょっと何のこと言ってるかわからないんだけどそうなんだね、後で出てきます。はい、で、これがリセットボタンですね。あの頭脳にプログラム書くときにポチッと押すやつが必要なので付いてます。何何、うん、はい、で最後、もう今日は多分これをじっくり頑張っていただくことになるんですが、ダイオードがたくさん入ってると。ちょっとよくわからなかった、はい、で、別途購入いただくものとして、うん、今回買っていただいたまずキースイッチですね。はい、これね、はい、それが122個いりますね。イエーイ、チェリーなんたらって言ってたやつ、はい、チェリーじゃなかったけどね、これ買ったやつは、はい、で、あとは、このプロマイクロという頭脳ですね。頭脳が2つ、はい、左手右手1個ずつで、あと、これロータリーエンコーダー、あの音量調整の、ね、あ、これ右手の端で、あと LED 光らせたい場合には LED をつけていただくと。なるほど、はい、それが123個あります。で、あと最後はボタンの上のキーキャップですね、はいはい、さっきね、今回買ったやつ、はい、ケーブル類ですね。この2つで最後ですね、USB のケーブル、うん、あと、左手と右手をつなぐケーブル、 TRRS ケーブルというやつですね。ちょっと面白いんですが、あの音楽聴くやつはここ、うん、黒い線2本だと思うんですけど、これ3本です。3本だと、特殊なやつですね。
3号などなんか信号が違うの？信号の数、伝送できる数が、違うんですよね。これを使います。キースイッチを、はい、3ピンのものを得られていただいた場合には、この上の、まあ、土台となるプレートがあった方が1ゲームがしやすいということで、なるほど、これを使います。いやー楽しみだけど不安。あ、これはですね、左手も右手もなんですけど、つけていただくんですよ。ここに全部刺していきます。え？一番最初これから始まるの？これから始まります。あのね、この棒を一体これからどうするのかが全然分かってないんだけど、こんな感じで折り曲げて、え？うん。でこれをこう刺します。あー全然分かってなかった。折り曲げてこんな風にぐさっと刺して、うん、でアノード仮想度の向きを合わせて、うん、であとはハンダ付けしまして、で先端切っちゃってっていうところまでを。なるほど。え、これはサイトに載ってんだね。載ってます。へえ。いやもうこれさ、これを曲げる、今これだけをやり続けてる。やばい、これを今もうこんだけやってるよこれ。なんかこれで動画終わりそう。これを刺して、で、刺してで裏、もうここ押さえときながら上から、裏からグラグラっと。おお、はい、え、こう？そうですね。こんな感じ？斜めが後で楽です。はい、後で楽、うん。ちょっと待って、この上と下のね上下があるっていうのがなマジで。この K って方が黒、黒い。はい、黒い方です。じゃあ黒いの K だ。はい。あ、そうですね。もう黒いの K。これ間違えると音が出ないです。うん、なんでこれ作ろうと思ったの？うん、いや、まあね、なんかね、なんでキーボード作るっていう発想に なるのっていう。キーボード自体ですか？いやいや、そうそうそう。だってこれよりも前、キーボード作ってたでしょ？そうですね。まあ、でも6月ぐらいからやり出したんですけど。それまでは趣味は？あ、特に。特にやってなくて、まあ、何でしょうね。そういう系の仕事ってわけでもないんだ。そんなに直接ではないですね。マジで？そんなことある？でもそれでさ、よくさ、これを販売するっていう発想に至ったよね。そうです。その自分の家で作って終わりじゃなくて、これを発、うん、販売するっていう発想によく至ったよね。それがやっぱりその蛇腹談義見てなんですよ。マジか。そこでも試してみたいって人たくさんいるんですよ。いや、いるんだよ。そう、でもね、高いのだけど、なんかこの配列だけでもなんかこう多分触りたいって人はめっちゃいるから、音が近所迷惑でどうしようみたいな人にもこれはいいよね。まあまあいいだろうけど、マジでこれをやらなきゃダメだけどね。これをまず今針みたいなやつを刺して曲げてるの。今針みたいなやつを刺して曲げてる、それだけ。そして針みたいなやつを刺して曲げてるの。ちょっと待って、私はさ、まださ、なんかこうやってさ、トゥットゥットゥってまださ、針を刺してるだけなのに、なんでハンダ始めてんの？なんであなたハンダ始めてんの？まず熱し、両方、その基板側とダイオードの足を両方触って熱して、でそこにハンダを立てる、でパッと離す、でここに富士山ができてれば OK。 ちょっと待って、こんな感じですね。ちょっと待って、何のこと言ってんだか全然わからない。まず基板とこの足の両方にハンダを押さえつけてちょっと待ちます、はい、でそこにハンダを供給して、でもうパッと離す、でここに、まあ、理想は富士山ができれば綺麗な裾の目、はい、で芋ハンダっていうのがあって、芋ハンダっていうのはこうハンダをたくさんつけすぎちゃうやつ、はい、ドカってモコッとしちゃうのはあんまよくないですよっていう。マジでこれ全部やんの？できました。後ろに曲げたで、ついに皆さん大好きハンダゴテが。なんかハンダゴテ一応ね、あのね、ちょっとだけ調べて、ここは触るなってことだけは分かった。そうですね、はい、必要なのはこのハンダですね。あ、何この順番に加工してくる。どんなこともこれが必要なの？これ、まあ簡単に言うと溶接みたいな感じですよね。もうあのいけると思います。本当だ、なんか熱い感じ。そうそう、その
供給してあげると溶けますので。おーちょっと待って、おお、行ったかも。なんかこの長いやつはほっといていいの？はい、あとでもうパチンパチン切っちゃいます、ね。はい、いやこれは家でやんなくてよかった。マジで家でやんなくてよかった。それだけは言える。家でやんなくてよかった。あのね、猫がめっちゃ来ちゃう。わいわーいって来ちゃうから。つけた。パンダの射程ぐらい。はい。わかりました。で、それをもうガンガンもう。あ、そこにね。はい、その後で作っちゃいます。できたー。うちのリセットスイッチっていうのはこちらです。これをつけます。はい。あ。ちょ、え、あ、これをまたもう4、5、うん、はい、あ、やります。すげえ順調な感じで、はい、1日1日が一番楽しく、そう、もうあの本当に遅いペースであれなんですが、早くやると大体なんか変なミスが出すので、遅いのは実は大事にちゃんとします。丁寧に食べますね。なるほど、うん、うまい。はい、リセットスイッチかますで、ハンダゴテって他にも使う？家でですか？違う、今これから、あ、このキースイッチですね。あ、じゃあつけとこう、オンにしとこう、うん、あ、家でですか？まあやばいですねあのね、普通の家はね、ハンダゴテない生活だから、いや、まあ、あってもいいんだけどさまあこの蛇腹談義で結構増えるといいですね、家での。え、その何、ハンダゴテライフの人が増えたらいいなってことなんでだよ、ジャバラライフじゃないんかい、ジャバライフじゃないんかいって。いやでもこれキーボードはみんなジャバラ関係ないのに、マジ自分のキーボード新しくしちゃうかもよ。ああ本当に今なんか流行ってますからね、うちのキーボード。そうなの、うん、コロナでっていうのが。あ、でもそれはね、はい、それはそうだよ。どうせデスクワークしてんならちょっとキーボードでいいやつね、少ないように変えようかみたいな。これは進んでいるのかどうなのか。今回のやつは3ピンタイプなので、うん、あの1ギメがこのチョッププレートっていうのがないとですね、うまくいかないぞと。あーあああ、なんか、はい、歪みがちなんだ、曲がっちゃうんですよ、斜めにね。なんでグラグラとか、あのこう出来上がりがちょっと汚くなっちゃうので、このプレートを使ってみんな方向揃えるということをします。あ、本当だ、うん、そこまで。すげえ、すごいね。ぴったりはめの厚さの部材が。すげえ、じゃあもう先にこれはめちゃえばいい。そうですね、はめて、つけて、そうです。すげえ、後ろ5ピンの方が、あの、はい、いい感じにはまるよっていうことなんですよね。そうですね、5ピンは少ないんですね、キースイッチの種類が。そうなんだ、3ピンの方が多いんだ。これやばい、これ一生できる、無限プチプチ、無限プチプチだよ、やばー。なんかやっぱこれぐらい音が鳴るのがいい、行きも帰りも音が鳴るのがいいわ。一瞬あの音が演奏に邪魔するかなと思って気にしたんですけど、うん、まあいや、なこと関係ないよ、もうパソコンで打ち込んでる時はヘッドホンつけちゃってるから、この楽しみ全然なくなっちゃってる。うん、ちょっとはい、はまりました。で、これからハンダしないといけない足たちが、やばー、もうずっとハンダじゃん、これ。そうですね、ずっとハンダですこの上は、この穴にこのトゲトゲを刺すんだけど、そうです。で、この点々が近い方ってこと、うん、点々が近い方がプロマイクロ側に来てください、うん、プロマイクロ側に、はい、
待って、プロマイクロ側ってのは何？こういうこと？そうですね。ちょっと待って、絶対に片手で作業はしてはいけない。待って、これ絶対みんな家でできなくない？でもできるのかな。一応まあガイドを作って、それをちょっと見て頑張っていただきたい。私ね最近動画にカメラを買いましたっていう動画をね載せたんですよ。その時本当にね説明書見てないから、私みたいな人は無理だと思う。またさっきのように、両方基板とピンを抜き目てパンダを供給。いやー、うん、でその時に基板をね押さえてたらいいんですよ。ちょっと待って、無理待ってこれでさ、なんか指ジュッてやったらマジ本当にごめんね、本当にごめんだけど。小春さんのやつまでは、この基板が上向いてるんです、この時に。あの次回以降、おととい、購入いただいた方たちからは、この時にこの基板裏返します。シャコタンにするのと、このプロマイクが抜けにくくするために、ちょっとその2つの理由。本当にどれくらいが富士山とされてるのかが全然。え、これって隣になんない方がいいの？あ、もうはい、隣じゃダメですだ、ね、なんでこんな近いのまず。いやいや信じられないよこの距離感。いやこれはマジで、いやあともう本当に多分授業で1回だけだと思いますよ。あ、なんかこうハンダゴテを触ってみようぐらいの、もういや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 、もうこれは本当にやばい。でもこれはみんな自粛期間の時に一番やりたかったことかもしれない。ちょっと今ちょっと活動がね少しずつ戻ってきたからちょっとあれかもしれないけど、いやでも、いいんじゃないですか。安全そう。大丈夫だと思います。日本。です。大丈夫。すごい。なんで？なんでこんなにできんの？ちょっと待って。できましたよ。できましたよ。え、待って。どっち？これは？これはアラートさんがやったやつ？すごい。すごいよ。こちらが小春菜です。これはちょっと微妙かもしれん、でも頑張りました。電源入れました。はい、すごい。ちょっと待って、やばっ。はい、はい、今やっと、とんでもない数のハンダが終わりました。しかもこれ半分アラートさんにお願いしたので、私は半アラートなんですけれども。壁の色来ました。この奇抜と白黒オーディオン。いやいや、ありがとうございます。もうこれでもうそういう風に反応するってことになってるんですか。つないでミニに、はい、認識しましたって感じです。すごすぎんだけど。あ、待って、多分これは重複しても大丈夫。このソフトピアノのお稽古みたいな。そうだね。
皆さん、お元気ですか？今やっとキーボードができました。皆さんもこれをね、使えば豊かな毎日がパソコンの前で繰り広げることが可能なんですね。こうしてボタンアコーディオンの配列なのにピアノの音がパソコンの前で弾くことも可能。今はちょっと多少初期不良により、なんだロジックプロだと長く音が鳴ってしまうという謎の悩みに悩まされているこのキーボードですが、アグレトンライブ10という謎のソフトを使ったら普通に弾けます。でもこれはいつかロジックプロで使えると嬉しいな。でも私はこのボタンのキーボードができただけでだいぶ嬉しい。これはいや最高ですね。これは皆さんもぜひ弾いてみてください。今後私がね提案できることといえば、みんなこの左手はちょっとむずすぎてやらないかもしれないので、この片っぽだけっていうやつでちょっと安くすると、 もしかしたらもっとみんな買う可能性ありますね。もうこれだけで全然ね。いけそういけそう、すごいわ、全然いけそうだわ。まだ重ねますから。まだ重ねます。ありがとうございます。ではね、これをはい、皆さん今日はこんなキーボードを作った、何時間もかけて、何だったら5時間かけて作ったんですけれども、こんな風にね作曲をすることがこれで可能なので、ぜひ皆さんもこれは右手だけで打った方が手頃かも。だってそしたらちょっと安くなったりするんでしょ。でもまあ両手が なんでそのなんか片方の進みをしてんだかあれだけど、違うの、片方の方がバグが起きないんだったら絶対これの方がいいっていう、これだけで全然作曲できるもん、マジで。まあ皆さんね、この両手でも、もしかしたら今後片方だけでも売られることがいつかあるの可能性もあるかもしれませんが、そしたらぜひこの右手だけでもこのハンガーで後手をしまくりますけれども、ぜひお家で作っていただけたらこんな風に作曲ができますよ、というそういう話でした。長い時間本当にありがとうございました。貴重な休みの日を本当にありがとうございます。それでは皆さんさようなら。これずっと続く。これだけで全然いける。あ、もう相当いけますよ。キーボードのカスタムで名前とかを決めたのも多くてもらってくれるんですけど、軽いのは価値があるのはなかなか新鮮な視点だなと思います。
ズメで作ってあるんですよね、アコード。このボタン付きの人が。そうなんですよ。あ、すいません、音長いして。本当にすいません。ありがとうございました。